はい、皆さんどうもこんにちは、牛です。今回なんですけど、先日ね、アートリストと、牛フィルムズのコラボ動画を、YouTube にて、発信させてもらったんですけど、そちらの動画見てくださったでしょうか。今日はね、そちらの動画の編集画面を公開して詳しくお話ししていこうと思っているので、ぜひね、そちらの動画見ていない方は本当に見てほしいです。できればイヤホンをして見てから今日の動画見に行ってください。その方が絶対に、今日の編集画面見て楽しめると思いますので、ぜひ。まあそんな感じでね、今日はね編集画面をね公開していくんですけど、まずはねオープニングからどうぞ。はい、というわけでね、今回は、アートリストと牛フィルムズの、コラボ動画の、解説をねしていこうかと思うんですけど、公開したくないわけじゃないんですけど、ぶっちゃけこの発信する側、編集画面をこういうのだよっていう風に発信する側としては、映像がこう流れてったらその映像のカットがこう並んでるだけだから、ぶっちゃけ面白いのってこう思っちゃうんですよね、この発信する側としては。でも僕も、まあ、こうやって映像制作始めて、まあ、大体2年が経つんですけど、気になるんだよね。なんでかわかんないけど、他の人の編集画面めっちゃ気にならない。で、なんでね、今回その動画の編集画面をね、こうやって公開しようと思ったかっていうと、アートリストのこの動画が公開された後に、アートリストのそのマーケティングチームの方から、僕の方にご連絡があって、韓国の方でこうアートリスト公式としてこう広告として流したいから、韓国語バージョンを作ってくれって言われて、韓国の方で流れているらしくて、で、まあそれがねめっちゃ嬉しかったんですよね。こうなんていうのかな、こう、まあ、国を越えてって言ったらちょっとカッコつけすぎちゃってて違うんですけど、まあ、国を越えてどっかで流れてるっていうのはめっちゃ嬉しくて、ツイッターの方でね、なんつったんだっけな、こういったツイートをしたんですよ。で、そしたら思ってたよりも反響がありまして、編集画面を公開してほしいですっていうコメントが結構あって、でインスタのストーリーでも、同じこと書いたら、結構ねっていうか今までにないくらい本当にそのリアクションとか公開してほしいですっていうコメントが来たんで、まあじゃあみんな見てくれるんだったらやるわと思って収録をしています。ツイッターとかインスタグラムの方も、自分はねやっていて、どちらかというとね、そちらの方がフラットに発信ってどういう意味だ、ラフに発信、結構こう発信してるので、ぜひね、ツイッターインスタグラム、牛フィルムズのアカウント、フォローしていない方はぜひフォローしてください。で、今回その編集画面をね公開していく流れなんですけど、まあ、最初にね、まあ、この自分のプロジェクトの作り方じゃないですけど、まあ、こういった感じで作っているっていうのをご紹介して、でその後にこうタイムライン全体、このシネマティック動画のこの全体の構成というか流れをこうバッとご紹介して、でその後にこうそれぞれのね、まあ、カットのこう意識したことだったりとか、見せ方だったりとか、まあ、リアルな作り方というか、そういうものを、少しでもね、こうやって使ってるんだとか、こう、これからのね、自分の映像制作の参考になったら嬉しいです。はい、それではね、こちらの画面にて、ご紹介していきたいと思います。で、まずはね、この編集画面とはちょっとまた関係ないんですけど、プロジェクトの方をご紹介していきます。これプロジェクト、本当はね5個か6個ぐらいで、ちょっと容量いっぱいだったんでね、消しちゃったんですけど、今4つ残ってます。で、これなんで4つあるかっていうと、まあ普通のね、このシネマティックな動画のプロジェクトが1個と、あと僕サムネイルも、ファイナルカットで全部ではないけど作ってまして、でこっちにはね、インスタグラムって書いてあるんですけど、インスタと YouTube って、まあ、インスタも横の動画流せるんですけど、インスタは4対5の縦動画の方が画面いっぱいいっぱいでね、こう見れるので、いつもね作品作った時は1分用のインスタグラム用にも、作っております。で今回韓国で流れるってことなので、韓国語のバージョンのも作って、なのでプロジェクトがこうやって4つあります。でちょっとこれ画面録画しながらだと、パソコン重くてたまにカクつくんですけど、それはすいません。次は、この動画のこう全体的な構成っていうのを軽くご紹介していきます。まあ全体の流れとしては、アートリストの紹介っぽいのがあって、まあ、その音楽の大切さとかっていうのがあって、そこからヘッドホンかけて映像始まって、で最後はねこうヘッドホン外して映像が終わるっていう、こう全体の構成となっております。めちゃめちゃ細かく話すとすごいこの動画多分1時間ぐらいになっちゃうんで、こうなるべく分かりやすいようにというか、こだわったところとかっていうのを、こちらの動画でちょっと話していきます。はい、じゃあまず最初ですね、最初のシーン、
この最初この文字のところからこのシャッターが開くシーンになるんですけど、ここは効果音を使っております。これですね、このウォッシュサウンドって書いてあるやつがそうなんですけど、これがあるかないかで結構変わってきます。っていうのが普通なんですけど、これがないとはい、こんな感じになっちゃいます。なんかこの最初のこのシーンからいきなりね、このつくシーンでもいいんですけど、ちょっとでもねこのサウンドエフェクトっていうので、なるべく重低音でこのシャッターのシーンにつなげると、よりねこう自然に映像が始まっていくかなと思って、このウォッシュを使ってみました。で、こっからは結構効果音使っていて、ぶっちゃけこっち本来の音楽が入っていると、まあ、ほぼほぼ聞こえないくらいなんですけど、これがねイヤホンして聞いてみると、こう些細なねこの足音だったりとか、この椅子を引く音っていうのが聞こえて、この効果音があることによってその臨場感というかっていうのが生まれるので、まあそういうところまでこだわって今回は作ってみました。でこの足音とかもちゃんとねこの足に合わせるようなスピードに調整したりとかしたんですけど、まあ難しいですね。効果音はまだまだちょっと自分も初心者なので、これからもちょっと勉強が必要かなっていうところですね。でも最初のねこの30秒までのシーンは本当にストーリーがねちゃんと分かるようにこう歩いてきて、でこっちに右曲がったら階段登って、引きと寄りの映像を使ってこう緩急をつけてみたいな。こちら、撮影の方、メイキングもあるので、ぜひねそちらも見てほしいんですけど、ここはね、まあ、そんな感じで撮ってます。意識したことは本当にここの順番をきちんとつなげるっていうのと、まあ、ナレーションとか音楽のタイミングとかっていうのをちょっとこう変にならないように意識しました。だから僕たちは音楽で映像に命を吹き込む。こっからが、結構ねこう自分の好きなポイントというか、まあ、こだわったところなんですけど、最初の、まあ、1回見てもらえますか。ここは再生ボタンを押したら一気に映像が流れた後にこうヘッドホンをかけるっていうシーンなんですけど、ここのシーンがね自分はちょっとお気に入りなので、ちょっと一回見ますね。はい、ここをねヘッドホンじゃない、イヤホンをしてぜひ見てほしい。本編の方なんか正直ここのなんだろう前のシーンっていうのはこう意味がある、こうメッセージ性がある動画で、でこっちの後のこの早い動画の後もこうヘッドホンをかけるってい う, こうちゃんとしたこうメッセージがある動画で、ここのね真ん中の早い部分、正直何映ってるか分かんないじゃないですか。でもそれで僕はいいんですよね。そのこの前後でこう伝えたいことはこう伝わってるので、ここはその伝えたいっていうよりも何かこう引き込ませる、こう伝える意味のカットではなくて見せるカットっていうんですかね、その引き込まれるようなその見せるカットを作りたくて、もうダダダダダダダッ、正直何が映ってるか分かんないけど引き込まれる。でそのすごい速い映像とここで、こっちすごいスローモーション使ってるんですけど、こう急に速い映像からのこのスローモーションってめちゃめちゃかっこよくないですか。この緩急、これは自分めちゃめちゃ気に入ってます。音楽で映像に命を吹き込む。であとそのこの短いカットって正直何映ってるか分かんないんですけど、なるべく例えばこれは車なんですけど、車とかこうやって花とかこう人とかなんていうんですか、あと葉っぱとかこういうリンゴ、これなんでリンゴなんだって話なんですけど、これなんか一瞬だけどこうごちゃごちゃしてない映像、まあ、これだったら、まあ、正直この風景とかはごちゃごちゃちょっとしてるんですけど、こうなるべく1個のものが、あとはこのすごい巻き戻し感が欲しかったので、この数字があるようなものだったりとか、あとはさっき言ったようにこの車、リンゴ、花とかっていう風にこうなんか1個のものが際立つような素材を、短いカットだけど何が映ってたかがこうなんとなく分かるようなカットを集めてみました。
はい、ここは結構ねサウンドエフェクトでつないでますね。音楽の切り替えがね自然じゃないとこう続かないんですけど、例えばこの再生ボタンを押した時のシュッっていう音を一回切ってみますね。これがないと、はい、こう急に爆音が流れるみたいな。でもこういうね、重低音なんですけどシュッっていう音なんですけど、これがあることによってこう自然にねこの爆音につなげられるというか、そういうことを意識して作ってみました。でこの終わった後、この速いダラララってやつからヘッドホンをかけて音楽が始まるまでで、3つのエフェクサウンドエフェクト、この3つを使ってるんですけど、これがないとっていう感じですね。こう急に音楽が終わって急に音楽始まるっていう、これをうまくサウンドエフェクトでつないでます。まず1個目これです。はい、でこれをもうちょっと馴染ませたいなと思って今度はこれですね。だんだんつけていきますね。はい、これはマッチの効果音ですね。でこのピシューっていうのとうまくつなげるのにもう一個ここにウォッシュを重ねてます。ちょっと長めの大きめの重低音のウォッシュを入れることによって、さらにね自然につなげてます。鳴らしてみますね。はい、どうでしょうか。このなんだろう、重ねる効果音があるかないかでこう自然につながるかどうかっていうのが結構変わってくると思ってて、でかつこの早い段階、音割れしてないか大丈夫かな、この早い段階からのこのスローモーションの映像プラスこの重低音でこう見せるというか、本当にここは見せる映像ですね。なるべくフェードアウトさせていくような、でかなり自然にフェードインさせていくようなつなぎを、ここはねかなり意識して作ってます。では次はねここのヘッドホンかけてのシーンからのこのシーンをねちょっと説明していきます。一回ちょっと見ますか。でこの音割り、音に合わせたカットっていうのはもちろんやってます。じゃあここまでいきますかね、でここねいっぱいこうやってなんでこう重なってんのって多分思った方がいるかと思うんですけど、めちゃめちゃいろんなカットを試して入れてるんですよね。まあ、例えばですけど最初に例えばね一回これで流してみますね。あ、ちょっとレンダリングがしないとなんですけど、っていうのを最初に一回作ったんですね。この森のシーンとか緑のシーンからのこの雪の景色のシーンっていうのを一回作ったんですけど、なんかねちょっとしっくりこないなと思って、また本当だったらこのカットを消して別のカットを差し込むっていうのがいいのかもしれないんですけど、やっぱりその前のカットの方が良かったなっていう風になるかもしれないので、前のカットっていうのは残してます。しっくりきたっていうのをいくつか重ねといて、そこがね一番自分がしっくりきてるやつを選びます。これはね本当に感覚なので、実際はねこの一番上のカットしかねもちろん映像としては流れてなくて、ここの下のカットっていうのは全く機能してないので本当だったらいりません。はいはい、なのでこうやってねクリップが重なってるのには、まあ、自分が試行錯誤したっていう流れがあります。でここもね効果音がいろいろ入ってるんで、一回それを聞くためにこっちの音楽消しますね。聞こえるかな、マジで効果音、微妙な効果音なんで。
はい、こんな感じですね。で、自分は効果音入れるときはこっちの音を消して効果音を入れてます。で、ここで、僕が結構意識してるのは、必ずそれと近いようなカットを2カットか3カット合わせるってことなんですけど、それがどういったことかっていうと、例えばね、これ森のシーンで、これ も森のシーンで、今度水のシーンで、そしたら次も水のシーンみたいな。で、ここがなんかこういう草原のシーン、そしたら次草原のシーンみたいな、こうなんか似ているような、一個一個のクリップ全く違うクリップをつなげるっていうよりは、こうちょっとね、こう似たカットをこう何個かこう使っていくっていう方が、こう映像として見ててこう変じゃないのかなと思います。で、ここのサビもね、俺好きなのでちょっとねご紹介します。一回見ますね、このサビのここら辺ぐらいまでかな。すいませんね、これカクついてると思うんですけど、まずですね、ここですね、これってなんか音楽がサラララ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 っていう、こうなんかなんていうんですか、こう焦るじゃないですけど、一回音だけで聞いてみるか。こうなんかせわしい感じがするじゃないですか。なんでこの麦ってめちゃめちゃせわしそうじゃないですか。で、このせわしそうな後の音楽が、こうなんかキラキラしてるような感じがするじゃないですか。なのでここでこのキラキラした音源とこのキラキラした映像がマッチするなと思って、これはね、速攻はこの映像しかないと思ってすぐ当てはめました。で、プラスこの麦のこまごました感じと次の映像のこのこもごました感じが、こうなんとなくね、こうパッと見全然違う動画なんですけど、こまごまとした感じがこう綺麗につながったような感じがします。で、これに効果音をめちゃめちゃ入れてます。キラキラ光るような効果音だったりとか、この麦の上を飛んでるドローンのこうさーっていう感じとかっていうのを効果音でめちゃめちゃ表してます。一回音楽なしで効果音だけで聞いてみますね。はい、実はね、この辺全く本当聞こえないんですけど、この足踏んだ瞬間に合わせて足音とかも入れてたりとかで、ここの雪のシーンはちゃんと今度雪の踏んでるこうシュワシュワっていう音を入れてます。マジで聞こえないんですけど入れてます。はい、じゃあ意味ないじゃんって言われるかもしれないけど入れてます。はい、でこれに音楽が加わると、はい、まあこんな感じですね。で、ここは効果音とプラス その時の音源をそのまま使ってます。その時の音源が、本当になんか人間がこう「あ、上がった上がった」とかって言ってるような感じの、プラスこれ炎のイメージがあるじゃないですか。ていうか炎が燃えてるんですけど、なのでこの炎のパチパチという音を効果音で入れてます。はい、これとさっきのね、これとこれを合わせると、っていうような感じでプラス音楽を入れて、はい、っていうような感じですね。で、あとはね、最後はもう締めの部分なので、まあこう綺麗な映像を重ねてってるってだけで、ここは正直サビじゃないので効果音はめちゃめちゃ少ないですね。あ、これちょっとリンク消えちゃってるんですけど、すいません。サビのシーンは結構こう効果音とか、カット短めなんですけど、最後はね、そんなにねこう激しくしたくなかったので、こうゆったりとね、
ッドホン外して終わり。はい、というわけでね、実際に編集画面を見ながら、自分がこだわったところとか、説明をね、いろいろしてみたんですけど、どうだったでしょうか。視聴者さんがこうどう思ったのかがめちゃめちゃ気になるんで、ぜひね、コメントとか、感想をね、コメント欄の方にくれたら本当に嬉しいです。いつもね、コメントとかいいねとかお願いします、チャンネル登録お願いしますって言ってるんですけど、本当にね、励みになります。まあ、正直ね、こうやって、ね、発信してる側としては反応来ると本当にね、嬉しいので、ぜひコメントください、お願いします。今日の動画もね、最後まで見てくださりありがとうございました。ぜひね、ずっとやって何回も言うんですけど、はい、Twitter、Instagram もやっていますので、ぜひ、チェックお願いします。YouTube チャンネルもね、インドネーション編だったんですけど、YouTube チャンネルの、コメント、グッドボタン、あとチャンネル登録、あとはなんかベルマークでピンっていうのもよろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。編集するか。